プエルトリコ独立党はアメリカ合衆国の自治連邦区であるプエルトリコの政党の一つ。1946年10月20日にヒルベルト・コンセプシオン・デガルシアによって結成された。プエルトリコの政党としては2番目に古い歴史を持つ政党である。現党主は元弁護士のルベン・ベリオス・マルティネス。1971年に党首に選出された。 ペリオスの指揮下で行われた1972年の選挙では労働者や反米活動家などの指示を受けて躍進した。その後1990年代に入りビエケストのアメリカ海軍の訓練施設の返還運動を積極的に行った。現在はプエルトリコの首都であるサンフアンに本拠を置き、プエルトリコにおける主要参政党の一翼を担う。しかし、得票率では 実地領としての権益拡大を主張する民主人民党と州として合衆国に加入することを主張する新進歩党の二大政党に大きく水をあけられており2004年の総選挙においては得票率が2.4%という状況である。プエルトリコのアメリカ軍訓練施設に対する反対、運動アメリカ合衆国の自由連合州であるプエルトリコの アメリカからの完全独立とビエケス島にあるアメリカ軍の訓練施設からのアメリカ軍の撤退と施設の返還を目指している。また、キューバにあるアメリカ軍のグアンタナモ基地の返還要求なども言っている。他にもアメリカ軍の施設の撤退運動を行い、投獄されたプエルトリコ人やアメリカに対する反逆の罪により投獄された。 政治犯の解放運動に対する支援も行っている。1996年にパナマで行われたプエルトリコ住民の独立のための統一ラテンアメリカ会議においては PIP とベリオスが中心的な役割を担いプエルトリコの独立に向けた南米諸国の政治家からなる常任作業委員会の設置で合意した。しかし世論調査において独立を執行する プエルトリ個人は常に数パーセントにとどまり、就象格あるいは現状維持を望む者の比率がそれぞれ寄衡する状況である。なお、世界各国の他の反米政党に多く見られるように、社会主義的な思考が強く、現在は日本の社民党などの社会民主主義政党が多く、加盟する社会主義インターナショナルに加盟している。ありがとうございます。